みなさんこんにちは第二回目の今日からは統一原理の具体的な内容に入ってまいりたいと思います今日は創造原理一、神の二世清掃と秘蔵世界という内容について学んでまいりますところでこの創造原理という言葉ですが これは神が天地創造するにあたって立てられた創造の原理原則宇宙の変わることのない根本法則という意味ですここで冒頭から神という言葉を使いますと中には私は神の存在は信じていないと思われる方がいらっしゃるかもしれませんしかし一度こう考えてみてはいかがでしょうか 私たちがこの世に生まれるにあたり必ず産んでくださった父母がいるように結果があるところには必ずその原因が存在すす。るものですこのでこ考えを進めていきますと私たちの遠い先祖のその最初のご先祖様がこの世に生を受ける時さらにその原因となる方の存在言い換えれば 第一原因と呼べる存在が必ずあったはずだということを私たちは否定することができませんここではその第一原因のことを神と呼ぶことにしたいと思いますさてこう考えてみますと人間は長い歴史の期間にわたって 人生と宇宙に関する根本問題を解決するために苦問してきましたがなぜ今日に至るまでこの問題に対して納得のいく回答を得ることができなかったのでしょうかそれはもしこの宇宙が神によって作られた結果的な存在であるとしたらそれを作った原因的な存在すなわち神が いかなるお方かということを知らない限り説くことができないと言えるからです従いましてここではまず第一原因である神について考えてみたいと思いますそれでは無形である神の性質すなわち神性を私たちはいかにして知ることができるでしょうかそれは秘蔵世界つまり神によって作られた世界を 観察することによって知ることができます使徒パウロは神の見えない性質すなわち神の永遠の力と神聖とは天地創造この方は非造物において知られていて明らかに認められるからであるしたがって彼らには弁解の余地がないと記録していますあとかも全ての作品にはその作者の見えない製品 すなわち作者の性質やものの考え方が展開されますように秘蔵世界の真羅万象はそれを想像された神神のの見見えないがが展開されたものととることができますそれゆえ作品を見てその作者の製品を知ることができるようにこの秘蔵万物を見ることによって神の神性を知ることができるのであります。 今私たちは神の神性を知るために秘蔵世界に普遍的に潜んでいる共通の事実を探ってみることにしましょう秘蔵世界を観察してみますと私たちは大きく分けて2つの共通の事実が存在することに気づきます。第一に存在しているものは いかなるものであってもそれ自体のうちにおいてばかりでなく他の存在との間にも陽性と陰性の二性性相の相対的関係を結ぶことによって初めて存在するようになっているということですすこれをを人人間間例にとととって説明ししままは男性と女性女が存在します。 これと同じように自然界の動物もオスとメス植物も雄しべと雌しべ鉱物においても陽イオンと陰イ,イオン陽子と電子などというように相対的関係で存在しています。それではまとめてみましょう。 このようにすべての非造物は陽性と陰性のペアとして存在していることがわかります。これが第一の共通の事実であります。第二に存在するものはすべてその外形と内性とを備えているという事実です。そしてその見えるところの外形は実は 見るここととととのののででききないい内ががそのごとくに現れたものということができますつまり内政は目に見ることはできませんが必ずある種の形を持っているのでそれに似て外形も目に見える何らかの形として現れているのです。そこで前者を正相といい後者を形状と名付けます。 これに対する例として人間について調べてみましょう人間は体という外形と心という内生とからできていますすなわち心がある形を持っているのでその心に似ている体もある形を持つようになります 感想や手相など外貌すなわち外に現れている形を見て見えないその心や運命を判断することができるという根拠もここにあります。それいえ心を正相といい体を形状と称するのです。心こ,こで心と体とは同一なる人間の相対的両面の形をいうのであって 体は第二の心であるということもできるのでこれらを総合して二性性相であると言いますこれによって人間は正層と形状による二性正層の相対的関係によって存在しているという事実を我々は知るようになりました。ではその他の非造物はどうでしょうか いかなる秘蔵物も、その次元こそ異なりますが、いずれも無形の生存、すなわち人間における心のような部分と、また人間の体のような形状的部分が合わさって、初めて目的を持つ秘蔵物として存在するようになります。例えば、動物にも本能性、すなわち目には見えなくても、 心のような部分がありこれが生きるという目的を思考する原因となって肉体は生を営むようになります植物にもやはりこのような生存的な部分があってその個体は有機的な機能を維持するようになるのですさらに鉱物においても分子形成の目的を思考する生存的な部分 これを内明星と呼びますがこれがあって初めて陽イオンと陰イ,イオンとが結合しある目的を持った物質を形成したり同じように陽子を中心として電子が集まって原子を形成したりするのです。このようにすべての存在は正層と形状の二性正層の相対的関係によって 存在することができるこれが第二の共通の事実でありますこのように神が創造されたすべての秘蔵物に見られる共通の事実が第一に陽性と陰性の二性性相の相対的関係で存在していること第二に性相と形状の二性性相の 相対的関係で存在していることを考えますと、あらゆる存在の第一原因である神の中に、そもそもその主体的な妖精と陰性、清掃と形状が備わっていなければならないということになります。神が持つこの主体的な妖精と陰性を、神の本陽性と本陰性、 また神が持つ主体的な正相と形状を神の本正相と本形状とと言いますところで本来神の本正相と本形状は各々本要性と本陰性の相対的関係をもって減少化しますので神の本要性と本陰性はそれぞれ本正相と本形状の 属性と言えますまた神を中心として完成された非蔵世界も一つの有機体として清掃と形状と兼ね備えなければならないわけでその清掃的な存在がすなわち神でありその形状的存在が非蔵世界なのです。従って神は正層的な男性格主体として存在され 非造世界すなわち自然界の真羅万象は形状的な女性格対象として存在しているのであります。天の父母なる大地というように神は清掃的な男性格主体であられるので私たちは神を父と呼んでその格意を表現するのであります。それでは神についてまとめてみましょう。 神は本清相と本形状の二世性相の中和的主体であると同時に本清相的男性と本形状的女性との二世性相の中和的主体としておられ非造世界に対しては性相的な男性格主体として存在しているという事実を知ることができます。 ここで重要なことは神は本清掃すなわち人間と同じように愛の心情を中心とした喜怒哀楽の感性を持つ人格を持った方であるということまた本清掃的男性本形状的女性とはそれぞれ不性母性のことですから私たち人間にとっては父母なる方すなわち まことの父母の愛の心情を持った親であるという点です。そして、親がいるならば、その子供は誰かということが重要です。神の子。実はそれが本来の人間の位置なのです。聖書に神は自分の形に人を創造された。すなわち神の形に創造し。 男と女ととに創造されたとあるように被造物の中心である人間は神の二世世相に似た実体対象すすなわち神の子の子立場にあるとということですそのことは一人一人がかけがえのない唯一無二の個性を持った存在という意味で私たち人間を神の継承的な個性心理体といいます。 そして人間以外の万物世界は愛の博物館として人間の喜びのために作られた神の象徴的な個性心理体と呼びますこのように神と人間は本来親子の関係にあるということ万物世界はその人間のために作られたものということを確認して創造原理の最初の内容を 超えたいと思います。どうもありがとうございました。